お疲れちゃんです。ラットです。どうぞ。お疲れちゃんです。うちです。はい。はい。というわけで、今ね、韓国来てます。来てます。来てます。マジで、えぎついんですよね、もう家が。いやー、すごい家見つけてくれたよね。その家を、まあ、約2ヶ月韓国に滞在するっていうわけで、はい。すっごい家をお借りられたんですけど。俺のおかげで。本当に？本当ですか？2万人くらいしか、まあ嘘ですね、なんですけど、ちょもう1日目はしゃぎすぎて、買い物とか、そう、あの生活用品がまず何もないんで、本当ね、そういうの全部一から集めるとこからやってて、疲れましたね、マジ疲れたね。僕だって今日はもう早く寝れると思ったんですよ、だから。そしたら夜から深夜練習始まった、ね、始まってまあ終わって、プチパイセンがお遊び筋トレしてますよ。いやもう俺腕立て40回ぐらいやったよ。コメント欄で、いや少ねえ足りねえよってあるんでね。はい、というわけで今日何しようかって思って、まあすることないんで、俺の腕立てを見ろ映しましょうか、動画で。やめろ、ひどい、恥ずかしくて1回するので頑張ってますね。なんで今日、まあマルチやっていこうかなと思います。はい、で今あのマルチをロイジャイと、まあ、あとペッカ工場、これを使ってるんですけど、まあ、一応今でもペッカ工場で多分結構やってると思うんで、普通のデッキ一つも使ってないよねいや普通じゃないですか、まあ、ペッカ工場で、そう、あの変なの使ってた。ああ、そうですね、いろいろ、まあロイジャイとか使ってやってたんですけど負けたんで、今ペッカ使ってるんで、あ、まあ、ペッカでやりたいと思います。うん、ランバー入ってるんですね。そうそう、テンプレの、それがすごい面白い。それっす、それなんだよ。そうなんでね、あれするもん、テンプレのゴーストがランバーで、え、まあ、ポイズンのファイブですね。いや甘いんですよ、だからお、クチク来ましたよ。もうマジで食うぞ。よろしくよろしく。これ海外のチームケソの、まあプロ選手ですね。まあ、世界大会、そう、世界大会出てたですね。まあ、行けば当たりますね、また。ね、よろしく。あのここでね、一つ面白い話があってね。はい、来ました。あのクチークってさ、仲間からクチって呼ばれてるんだよ。はい、その発音がフチとめっちゃ似てて、はい、世界大会行った時めっちゃ俺100回ぐらい振り返って間違えたそれでそう、面白いじゃんちょっと、いや、すごい下手なプレイしてるんですけど、今やばい、これね、カルケイカイ、そう、クチークってすごいっすよね、なんか。なんかのキャラクターとかですか？いや、わかんない。そもそもスペインの、うん、スペイン語よく喋ってるから。まあ、相手ゴレです。やばい、美味しい。美味しいんですけど、あの、ポイズンじゃないから、あのゴレの声を溶かせなくて、逆に負けるっていう。割ときつくない？やばい。ワンチェンこれやばくないですか？いい、ダクロやばいでしょ。ポイズンないもん。いやだ。まあ、でも、マジで、エレキとユニットで頑張るしかないですよね本当に。これゴレが溶けてからあれしたいな。うわ、やば、待って、あら、もうきつい。やっぱクー様強いんやな。クー様ってやっぱ信者じゃないですか。いや最初ね、すげえ優しかった、うん、いやでもこのザップスラムいらない、まあいいか、大丈夫かいや、あの集中力、じゃあ僕、じゃあ無言でもいいですか。オッケー、分かった。じゃあ俺が腕立てするからさすがに意味わかんない、さすがに意味わかんないですね。すごいなあ。あ、起き上がれない。甘いですよ、まだ。お、足りてないんですよ、その量が。藤林さん、クラロワより腕立ての方がスパルタな気がする。いや甘いんですよ、藤林さん。これはベビーターゲット受けてから OK、 工場で攻める。あれ、無言じゃないですか。いや、これワンチャンやばいな、これ俺の方がやばい。うわ、墓石、ほんま。ああ、終わった。切れるで、マジ。いや、いい、いい。で、別にライトザレては取ってなんで、エレキ、まあ、出していいか。あ、もう5打っちゃえばいいですもんね、別に。そんな怖くないです。そんな怖くないって言ったもののちょっと怖い。ほら、ファイアボールは払えるな。おや？いや、まあまあまあ。あ。おや？そうなんです、あの、集中力っす。ドライヤーは？ドライヤー？ここら辺すごい生活感ある話してる
じゃあ出回ってもう負けたっすよマジで。ちょっと待ってくださいマジで。今ね天狗とかドライヤーもあって部屋に来たから負けたんだよ。あれまだ負けてないの。いやこれやばいですもう泣きたいんですけどこれマジで。ゴレの俺いいいい、おいいぞ、いやいいいいのか、いいっすやれ。えここにはないと思うよ。いい。え？置いたよどっかに。俺悪くない。どっかに置いたよ俺。ちょ待ってマジでさ、負けたんだけどちょっと。待ってこれいやまだ。今の2回目のてんちゃんが悪いな。えこれライト落ちるっすもんね。え？そうなの？はい。あ本当だ。これもねワンチャン左心みたいな。これ。あ。甘い。あじゃあここで あ。もう余裕だと思ってライト打ってくるんで、はい、左進しようとするじゃないですか、うん、そしたら右あ足りないよまあまあまあ3よ。おいなんで3回ここ行くんだよ。今動画撮ってるね、うん、そんなことある。じゃあもう一回もう一回本当に本当本当本当にお疲れちゃんですラットです。てんちゃんちょっと深夜テンション、ね、アイロンねあそこそこそこあの化粧品とか置いてるとこ結構普通ここえそこ一番右の部屋あるよ。そこまっすぐ行った左のあの棚みたいなところにある。頑張れ。決めます。はいはい。まあ勝ちましょう。普通に実写を動画にするのいいですね。実写にしたいですね動画に。そうだね、うん、でも前が結構パンツとかでみかんとか来たらそのまま放送時間パン1ぐらいならいいんじゃないですか。まあギリセーフみたいな。いやここでドライヤー必要ですね。あっちキャッチ。まあまあ全然秘めてやってみて全然大丈夫、うん、結構いける。まあ、来んなよだから本当に頑張れだな。カマチュやんマジの。てんちゃんがこうチラチラってマジでカマチュじゃないですか。だってさっきがあこいつあれだなあ、めっちゃ取る人めっちゃ食べたからいいやつないやん。これ勝ちたいな。うわ泣きて泣きて泣きて。ゴーストにプリンじゃやばうまい、うまくないですかそれ。なんかプリンス受けがないからかえってペッカーやりにくい。まあでもこれはいや美味しい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 。これメガが早期に溶けるやん。ハードカウント今ディガも咲いてるんで相手コストがきついんですよこれ。はいはい。ででもメガが回る待ってメガが一番初めに2ラウンド展開だったな。一番初めの展開があ腕がいやこれ同性でいいな。腕が同性で追加してガゴ追加してうわうわあれでしたわ。ジャイプリハンターのザップギガ、はい、ってことは2スペースね。ジャイプリゴーストハンターなんで確かにゴーストメガゴそうなんでまあ5ザップかポイズンザップの2スペースね。まあザップいらねえから1回捨てて。やだなこれケツプリ来てペッカされて瞬間に逆サイなんか来るの当たりだ。いやペッカ先出し怖えよ。おいしいえ美味しくないですか、うん、でこれワンチャン逆サイディガーなんちゃらみたいなおしゃれなことしてくるんでエレキ構えてプリンス。え真っ向勝負してくるんですかこれって。正解わかんない。なんで僕の対空を処理しようって感じ先に。これ真っ向勝負しないですよね、うん、逆サイとかに振られた方がねですよね。天国と違えてちげえ、うん、いいよいいよいいよ。これ相手辛そうだけどね。ええ大丈夫。なんかいいサイクルだよね。ボールじゃん。いやただ防衛でうまいっていう。ああこれだってえお来た。えあこれでプリンスが逆サイ行かないようにしたかったとか。なるほどそんなこともない。そんなこともない。いいよ。おいいぞ。いや全部持ってきた全部持ってきた。これ端前ペッカタイムやね。まさかの。ああいや行っちゃう。お前残ってる残ってる残ってるマジ切れそう。あいやいい。あ大丈夫大丈夫大丈夫。おおうまいうまいなこれ。でもまあ、ジョイ解けるんで。はい。おお全然強いけど押されてるんですよこれ。すごいな相手の防衛がずっと回ってる。なんかすごい動きしてるんですよ相手マジ。ねえジャイ受けなんて変なことしてるの。いやー厄介だなこれ。
シンプルに厄介だな今。これまあ捨てて、ああな、判定がすげえ厄介ですねマジ。なんか判定が強いね。お、レジで今かすった、レジにかすった。でもこれいい流れ。なんかさっきもいい流れじゃん。さっきもいい流れ。このジャイの使い方うめえな。うん。ハンターが生き残るのか。あ、でもレイジーペッカーさすがに。いいっすね。いやこれ買ったせたあれさ。相手のもう中級スペルがなんだ。あ、あ。さすがにもう出す。いやでもザップで、ああ、強っ。待って、ワンチャンはこれディガー当てられるみたいなあるよね。危ねえマジ。怖え。ちょ、これ皆さんあれですよ、多分僕のペッカーまあまあなんですけど、あの相手のジェイが多分アホうまいんで、ジャイ使う人は鬼参考にしていいレベルだと思いますね。今の一連の守りのうまさたるやみたいな。ザップあるから工場の後ろのガオが正直ハンター行った時に飛ばしさない方がいいんですよね、はいはいはい、無限にやられちゃう。相手普通にね、キングラジャイして、そう、普通しないっすよ普通しないっすで、これエレキ多分ポイズンとかするんですけど、ね、普通しないことをちょっとやべえな、鬼してるんですけど、この人やば。いや、え、普通しないっすよね、マジで。うん、しない。普通誰もしないようなことしてんだから、え、なんで僕こんな押されたんすかっていうね、うん、うわ、やばやば。おうおう、後ろ D がもう確実にワンチャンスに、じゃあ逆に僕は持ってくしかない。美味しい、来た。あ、なんか持ってけない気がする。いや、ハンター、ハンター、おお、俺、うん、いけるか。もうこれ行くしかないんで、うん、え、ちょっと待って、強い強い強い、いい、やばいやばい。ちょっと俺シャワー浴びてこようかな。これボツですかいいんすか。やだ、ボツなんてそんな時間がもったいない。ダメだ、また勝つんだ。まあこういうこともあるか。え、そんな俺が腕立てしてたからみたいな言ってないですけど、言ってないですけど、いや実写とか出してえな、マジで。まあそんな気がするよ。であれですね、まあ、ポロス公式のがあるから。ああそうか、まあ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 、ただの負け動画になっちゃった。ちぇ、ごめんな、ラットごめんなごめんなさい何すかこの動画マジで、まあ、まあそういうこともありますね。そうだ、というわけでちょい あれですねマジで、まあ、試合をリーグの試合をまあ楽しみにしてもらえたらいいと思いますね。そうですね、きっとね、監督頼みます、ね、監督のオーラ監督すごい弱そうです。あ、本気で言ってんの。これ思ってないです。思ってます。待って、変わってます。前6歳様もこれそうじゃ、藤林さんと僕こう見えて6歳差ってえぐいですよね。本当ね、やばいっすよね、うん、普通に何がやばいんだよ。いや、まあいいっすね、6歳差があってもこう仲良くなれる、親しく絡める、それが、まあ、藤林の才能でとかあります、ね、まあ、それでいて貫禄もあるしなって感じで、まあ、降りたいと思います今日はい、じゃあ、まあ、藤林さんの YouTube チャンネルいります？あんまいらねえと思ういっか、まあいいよやってないですもんね、はい、というわけで今日はいいとこねえな、かわいい、はい、じゃあ終わりにしたいと思います、はい、またあれですね、ポロスのこの日常的なのとか多分いろいろ面白いんで、その辺はまあ話しつつやっていけたらいいと思いますね。はい、ではお疲れ様でした。お疲れ。